まずはこちら、メイクアップレボリューションのメイクパレットでーす。色味はこんな感じになってまーす。まずアイホールにこのピンクのラメのアイシャドウを塗っていきます。二重のラインまでちょっと濃いピンクを塗っていきます。目の際にこの濃いブラウンを乗せていきます。次に紹介したいのはピンクリップです。まずこの上のキャップを取っていきます。ポン。そうするとどんどん下の綿棒に浸透していきます。乗っていきます。ポンポンって乗せていくとついていきます。綿棒で溶かしておきます。こんな感じになりました。私新しいコスメが好きなので今後も紹介したいと思うんですけど、皆さん知っていたら教えてくださいね。いいねシェアしてください。こんにちは、勝俣美蘭です。私が普段使っているポーチはこれ、グラピケのポーチです。私のおすすめアイテムはこれです。まずはアディクションの西尾マオを使います。まずアイホール全体にこのラメをのせていきます。次はキャンメイクのグリッターパウダーを使います。これはちょっと目尻の方から頬の上ら辺までちょっとつけただけでもキラキラになります。次にルミナイザーを使います。唇の上にポンポンとのせます。ちょっと立体感のあるができます。はい、完成です。キラキラした潤み肌が完成しました。ありがとうございました。皆さんのキラキラコスメも紹介してください。待ってます。